こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。はい、本日は、何でしたっけ、ライバル対決ですね。はい、ライバル対決ということで、我々があこれとこれはライバルだろうなという商品を、はい、決めまして、はい、それを聖蹟桜ヶ丘店のヒロシーズに打っていただいて、はい、データとそして感想と、なので感想だけじゃないインプレの対決、はい、比較ということで皆さんの商品選びに役立てていただこうという企画ですね。はいはい、ここまでちょっと長かったですけども、はいはい、選びました商品何と何でしょうか。今回の初めてだと思うんだけど。あ、そうだそうだそうだ、はい、そうなんです。今までラケットそうです、新旧だったりとか、はい、まあ、ライバルと言われるものが多かったんですけど、似たラケットとかね、 A 社と B 社のライバルラケットをぶつけてたということがあって、はい、ラケット同士でした。今回はそうなんです、はい、ストリングス、はい、でしかも新旧というわけではなく、はい、まあ、このレーザーコード、レーザーコード、はい、とレーザーソフト、ソフト、はい、こちらを比較していくと。ストリングスの新旧対決じゃないや、はい、ストリングスのライバル対決、同じメーカーの中のライバル対決、はい、もう少し言うとなぜ今新旧と言っちゃったかというと、そうですね、メノベーゼフシェズが使ってた、そうなんです、前のストリングと今のストリング、そうなんです、まあ、ある意味新旧、はい、年明けね、全豪オープンからあれ、ね、っていう感じで使ってましたから、はい、絶好調のメノベーゼフシェズ、はい、これがどう結果として出てくるかっていうのを数値で見ていただきます、はい、初めてでございますので、どういう数値が出るか楽しみたいと思いますけども、はい、やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。では斉藤さんやっていきたいと思いますが、はい、まず今回はテクニファイバー、はい、まあ、テクニファイバーというとナイロン、ポリウレタン、はい、柔らかいストリングスではもう圧倒的シェアを持っているというところなんですが、そうですね、はい、今日はそのテクニファイバーが発売しているポリエステルストリングの、はい、選手がよく使っているものということの比較になります、はい、どういう商品でしょうか。まずコードからいきますか。そうですね、はい、レーザーコード、まあ、もともとメドベージェフ選手も使ってました、はい、このまあ真っ白なデザインっていうのもすごく人気があるとこなんですけど、はい、白いストリングですね。どちらかっていうとちょっとしっかりめ、はい、まあ、テクニファイバーの中でもポリエステルは結構しっかりめの、はい、まあ、あまり柔らかさを重視するというよりは、まあ、打球感を感じやすいストリングということで、なるほど、うん、まあ、競技系のストリングって感じがありますね、はい、変形しづらい、うん、ハイモジュラス、うん、ポリエステルという商品、まあ、ハイモジュラスカーボンなんかもあったりしますけどね、はい、非常に剛性の高いというところなので、変形量の少ないポリエステルを使用している、うん、なのであまり飛ばない。そうですね、なのでテクニファイバーさんがおっしゃってるのは、うん、まあ、プレイヤーのそのポテンシャルを引き出すと、はい、なのでプレイヤーの持っている力をそのまま反映するということをおっしゃっていて、レーザーコードに関しては、超速攻型ポリというハッシュタグがついてますよね、はい、そうですね、まあ、他にねアイスコード、はい、ブラックコードとありますけど、その中でもそうですね、まあ、攻撃的な感じはあります、ね、はい、なぜか僕詳しいな、詳しいですよ、はい、でこのレーザーコードと比較するのが、はいはいはい、こちらのレーザーソフト、レーザーソフト、同じレーザーという冠がついている、はい、ということですね、はい、こちらはどういうストリングでしょうか。はい、ただこちらについては、はい、やっぱり柔らかさを出すために、うん、先ほども言ってたポリウレタンをポリエステルに含有させることで、うんうん、打球感をちょっとマイルドにしてくれている。なるほど、なので使用素材としては先ほど申し上げた、はい、ハイモジュラスポリエステルは変わらず、はい、ただソフトですから、はい、狙いとしては少し柔らかくしたかった、はい、そのために何をしたかというとテクニファイバーお家芸であるポリウレタンをポリエステルに付加したということで、はい、まあ、ポリウレタンですが非常に柔らかいですから、はい、まあ、マイルドになるだろうし振動減衰性も高いだろうしというストリングスになるということで、はい、こちらが現メドベース選手が使っている、はい、そうですね、でハッシュタグはロングラリーを制する、はい、超速攻型とロングラリーですから、はい、かなりプレースタイルが違うように、ね、はい、これはシフィオンテク選手が使っているということですね、はい、うん、こちらはこの間優勝してましたけどブーブリク選手が使っている、そうなんですよ、はいはい、ね、テクニーにラケットも変えて好調な感じありますね、はい、結果を今一番出してるするかもしれないですね、うん、そう、はい、いいこと言いました、本当にそう思います、はいはい、でよく知ってますよ、はい、私ね、はい、やっていきたいと思いますが、はい、ここで登場いただきますのが聖蹟、はい、桜ヶ丘というのヒロシズということで、はい、お二人に打っていただいて、はいはい、トラックマンのスコアと感想を聞いていただきたいんですが、です、ね、まず最初に、はい、加藤さんの方の、はい、打ってるところからご覧ください、はい、
ちらになります。ちなみにラケットは一応まあ同じ重さとかで揃えるんで、はい、ウェイトバランスを揃えて、はい、はい、要はストリングスを純粋に比較しなきゃいけない、はい、そうですね、はい、まあ、290g、100インチ、はい、26ミリのラケットをちょっとご用意してます、はい、こちらが、レーザーソフトの方ですね、はい、なんか打ってる姿を見るの久々な感じがするのはそうなんですよ。あ、そうだ、ぎっくり腰になってたんですよ。ちょっと負傷してましたね。いや、はい、負傷、はい、ぎっくり腰だったということでございましたが、はい、スコア見たいと思います。こちらです。はい、笑顔が笑顔ですね、爽やかですね、はい、ぎっくり腰だけでございますけども、そうですね、はい、上が、はい、レーザーソフトですね。下がレーザーコードになっておりまして、はい、まずはスピード見ていただきたいと思いますが、はい、どうでしょう。レーザーコードの方がちょっと1キロぐらいですね、はい、この1キロというのはあまり大きな差ではないということでよろしいですかね、うん、もうほぼ差はないっていいですね、はい、回転数について も、はい、もう正直全く同じって言っても本当ですね、228、228、あ、もう変わらない、うん、アングルもほぼ一緒、そうですね、クリアランスがねちょっとあるけれどもばらつきがレーザーコードが大きいんですね、うん、はい、そうですね、まあクリアランスの平均も高い分、うん、そのままレングス、うん、距離に影響がそのまま出てるかなって感じですね。ということはスコアだけ見ると、うん、あまり差がないけれども、はい、レーザーコードの方がちょっとバタついてる、はい、そうですね、少し落ち着きがな い、 れないです、ね、安定感という意味ではちょっと感じがそんな気がします ね、 そうですね、はい、じゃあちょっとコメント先に行っちゃいましょうか、はい、はい、コメントこちらになります。手元での飛び出し感、パワー感、はい、飛んでるなというのはどちらに感じましたでしょうか。飛び出し感としてはレーザーコード白い方ですね、はい、はい、手元の引っかかり感、回転かかってる、食いついてるなと思ったのはどちらでしょうか。引っかかりもレーザーコードなんですけど、こちらは少しカチッとしていて硬い印象なんで、それで少しかかってる印象を持ちました。なるほど、はい、この2本比べたらどうですか、フィーリング的な違いとしては。まあ、レーザーソフトの方が、まあ、名前通りの柔らかさ、手元の食いつき感というのは非常にありまして、まあ、少し、まあ、滑らかな動きというか、まあ、スナップバックをうまく使えているのかなというふうに感じました、うん、設置時間が長く感じるというようなイメージでしょうかね。はい、はい、こちらのストリングスに関しては、レーザーコードが、超速攻型ポリ、はい、イガシフィオンテク選手が使っています。レーザーソフトの方が、はい、ロングラリーを制するポリということでメドベージェフ選手が使っています、はい、そのプレースタイルとか、はい、選手に対するイメージとその辺は合ってますか。そうですね、ロングラリーの時に、まあ、何が大事かというと、そのやっぱり、まあ、詰められた時とか、その大変な時、その時に助けてくれるようなタイプだと思うので、その場合少し打球感は柔らかい方が少しコントロールがしやすいのかなと思います。弾いてしまうと逆に自分がうまく準備早くできてたらいいと思うんですけども、少しコントロール難しいのかなというふうには思いました。なるほど、はい、ディフェンシブに動くならば、レーザーソフト、そうですね、ロングライを制するポリの方が少し、はい、なんとか、はい、その攻めから逃げれるかなというところ、はいはい、ですね、はい、加藤さんは今は、Tファイト、はい、305、はい、アイソフレックスご使用ですけども、はい、それに、今日から貼るんだというならばどちらでしょうか。実は今レーザーソフトを使ってまして。あ、今ですね、はいはい、で 1.25 を使ってるんですけども、はい、非常に調子が良くてってことなんですけども、はい、そのままの通りでレーザーソフトを使ってみたいと思います。はい、今ご使用なのはレーザーソフト、はい、レーザーコードよりもいいところというのはどういうところでしょうか。レーザーコードよりもソフトがいいところとしては、打球感の柔らかさと、そうですね、安定した球が打てるという、弾道が安定するというイメージ、個人的な意見なんですけども、はい、なるほどですね、わかりました、ありがとうございました。はい、はい、ました、はい、ということで、貼って使っておられるとは全くつゆ知らず、うん、そうですね、よく喋るなと思ったら自分が使ってたそういうことですでおっしゃってましたね、レーザーソフトの方が安定すると、はい、うんうん、これはスコアでさっき出てました。そうですね、コードの方がちょっと、こう誤差が大きかったっていうところがあるので、うん、まあやっぱり感じ取られてる、そうですね、はい、はい、そこは結果としても出てます、うん、てっきりね、レーザーコードの方が好きかなと思ったんですけど、速攻型なのかなと思ったんで。なるほど、なるほど。じゃあ、イメージはその何のどこから来てるみたいな、プレースタイル、プレースタイルの性格的なものとか、いろいろですね。まあね、もっと一緒に、一緒にやってましたからね。はい、はい、そうなんです。彼はどちらかというと、
こう長く気が長い方ではないんじゃないかと、粘っていくぞっていうタイプだったというのが分かりました。なるほど、分かりました。はい、はい、まあ決してその性格とは関係ないんですけれども、ご本人がおっしゃってるように、うん、安定するというところはスコアと合ってたというところになります。うん、で、ここでもう一人、ご登場いただきたいのが長尾さん、はどう捉えられたのかというところになります。長尾さんの打ってる姿こちらです。はい、おっとごめんなさい。長尾さんもね、確かね、大きくなさった。あら。はい。確か、はい。腰回りだった気がちょっとするんですけど。大変な立ち仕事ですからね。そうそう、斉藤さんは喋ってればいいだけだからいいなって言ってましたけどね。全然元気なんですけどね。はい。でも気持ちよさそうに2つとも打たれてたかなという気はするんですけど、スコアがどうなのかなというところにはなりますね。うん、はい、ではスコア見たいと思います。こちらです。はい、はい、まずは上がレーザーソフト、下がレーザーコードでございます。速度見ますと 0.5 だからもっと差がない、はい、ないですね。スピンレートは結構差があって、うん、コードの方がかかってますね、うん、平均値も間違いなくそうですね、はい、これはスナップバックが生んでるってことになるでしょうね。うん、特にね、レーザーコード、はい、これ1球だけね、すごくスピードが低いのが混ざっててもこの平均なんで、はい、もしかしたら速度も出てるかも。そう、全体的にこの2つで比べるとレーザーコードの方がいい数字が出てますね。速度もスピンも上がってる、はい、うん、安定感含めて多分レーザーコードなのかなっていう、アングル見ますとちょっとレーザーコードが落ちてる、うん、そうですね、クリアランスはレーザーコードが上がってる、はい、レングスはまあレーザーコードがちょっと飛んでるというところ、ね、はい、うん、バラつき感はそんな差はないですね、うん、ということは先ほどの、加藤さんの、はい、ほぼほぼスコアが一緒だけれども、はい、どちらかがソフトの方が安定して、うん、コードの方が少しこう、コントロールに難があったかもしれないという結果に対して、うんうん、長尾さんの場合は、はい、ボールの速度スピンに関しても、うん、コードの方がいいとよく感じますね。ですね、はい、であとはご本人がどうお感じになっているか、はい、ここ聞きたいと思います。手元での飛び出し感、パワー感、はいはい、弾き感という部分ではどちらの方がありましたでしょうか。はい、弾き感、飛び出し感で言いますとレーザーコードほうがそのように感じました。レーザーコード、白い方ですね。はい、そうですね、はい、はい、飛んでるなという感じがある。そうですね、はい、はい、では続いて、はい、食いつき感、引っかかり感、はい、まあ、こうスピンがかかってるなとお感じになったのはどちらでしょうか。スピンがかかってるっていうのを感じたのはレーザーコードですね、はい、ちょっとスナップバックが起きてるのかなみたいな、ちょっと感じられたかなってところです。じゃあ、パワーも回転もともにレーザーコードの方だというところ、はいはいはい、じゃあこの2本比較していただいて、はい、打球感としてはどういう差がありましたでしょうか。はい、まあ、やはりその弾き感というのでいうとやっぱレーザーコードは少し硬く感じます。でレーザーソフトはやっぱり名前の通りかなりタッチの柔らかい、その代わりそのなんて言うんでしょう、ボール球持ち感というのはすごく長く持ってくれてるなというのを感じました、はい、なるほど。じゃあレーザーソフトがやっぱりその名の通り少し柔らかさを感じる、はいはい、レーザーコードはやっぱり硬いですか。ただ思ったほどレーザーコード硬くなかったなというのは印象です。なるほど、はい、あ、それは、長尾さんがレーザーコードをお持ちだったイメージと、はい、っていうことなんですね。もっとポリで硬いポリなのかなと思ってましたけども、そこまで硬くなくて、まあ、思ったよりか打ちやすかったなと思います、はい、なるほど。じゃこの2本、はい、対象ユーザーとなりますとどうでしょうか。はいはい、まあ、レーザーコードはまあ幅広く使っていただけるから、まあ、強くも打てますし、まあ、それほどない方でも十分対応できると思います。ただあのレーザーソフトはですね、やっぱりこの柔らかさがいいところだと思うんですよ。あのこれからポリを使ってみたい、ちょっとポリだと硬くて不安だなという方にとってはレーザーソフト非常にいいカットじゃないかなと思います。なるほど、はい、まあ、ちなみに、レーザーコードはイガシフィオンテク選手、はい、まあ、全仏チャンピオンですね、はい、レーザーソフトの方が、はい、メドベージュ選手、はい、お使いで、はい、それぞれ、超速攻型ポリと、はい、ロングラリーを制するポリという、はい、まあキャッチコピーがありますけど、そのイメージと合わせてはいかがでしょう。あのその通りじゃないかと思います。やはりこう速い球出し、ちょっとスピードボールが打てそうな感じ、それに対してやっぱりしっかりボールを捉えてくれるというところでは、長くストロークを続けたい、ミスなく続けたい方にとってはソフトはいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、長尾さんはクラッシュのプロをご使用ですけれども、はいはい、それに貼る替えるならばどちらでしょうか。そうですね、クラッシュ自体がとても柔らかいラケットなので、ちょっとソフトだと打感が鈍くなっちゃうかなと感じます。なので今回はこのコードを選んでみたいと思います。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ということでございました。でも結果と選んでるストリングスは
ね、いい方をやっぱり選んでるなっていうのがありますよね。さすが、ね、よくご理解なさってというのを感じ取られてる。イメージはなんとなくロングラリー派のあ、なるほどですね、イメージですけどね、性格じゃなくてという、はいはいはい、でも、今ちょっと思ったんですけど、はい、やっぱり、どういう方におすすめなさいますかっていうお話をしたりとかっていうことも含めて、うん、ソフトの方がやっぱこうロングラリーを制する、うん、まあ、ことも含めてミスが減るのかもしれないですね、うんうん、ただそのミスという多少リスクを犯してでも、うん、速攻で決めていくというのがレーザーコードっていうことだから、はい、うん、なんかすごくプレイヤーが選んでることも明確だし、ね、はい、お二人が選ばれるのも明確だし、うん、スコアも明確だしっていう気がちょっとしたんですけど ね、うん、ね、でも今のやっぱりこの新製品で、うん、まあ、こう出てきましたというと、はいはい、どうしてもこっちを張る方が今すごく多いんですよ、レーザーソフトですね、はい、まあ、それはもうメドベージュ選手が結果を出してるっていうのも、ブブリク選手もそうですし、含めてソフトの方がやっぱりなんかちょっと進化してるんじゃないかっていうイメージでこっちを選んでいきやすい感じ、こっちの方が優れてると思いがち、はいはい、なんですけど、はい、やっぱりこうやってやってみると、うんうん、タイプが少しやっぱり変わってくるところもあるんで、うん、ぜひね、シフィオンテク選手も使ってますし、そうですね、うん、こちらももう一度見直していただいた方がいいかなっていうのは、ね、そんなに思ってたより硬くないともおっしゃってましたから、はい、 ね、はい、そういう意味ではやっぱり、うん、この2つっていうのが、うん、まあ、テクニファイバースの中にはあとブラックコードとかアイスコードとか非常に売れてるポリもあるんですけども、はいはいはい、ここに来て、うん、まあ、ナイロンだけじゃねえよと、ね、ウレタンだけじゃなくてポリエステルもよというところの中での2つの、うん、まあ、結果を出している。そうですね、だってグランドスラムですよ両方それぞれ、そうですよ、はいはい、でそれぞれ特徴がスコア的、うん、スコア、これライバル対決スイング数いいですね、うん、そうですね、はい、まあ、今回ちょっと同じブランドの中でやってみましたけど、うんうん、はい、まあ、今後ちょっと他のメーカー同士でやってみてもいいかなと。何やりたいですか。やっぱり言われるのはいいですよ、最初スピン系でもよくね、まあ、人気があるところで言えば今アルペンブラスト、はい、ポリツアレブ、このスピンはこれやっぱり2強の両方八角形のスナップバックを打つためのシリコンコーティングされている2つ、はい、この2つはやっぱりすごくね、人気もあるし興味を持たれてる方も多いんで、差がなかったりしてね、ありますかね、そこは。だってここは差があるという2つそれぞれ、はい、ハッシュタグも違うぐらいなんですけど、はい、それってもしかしたらどうなんでしょうね、はい、ちょっと楽しみですね、うん、そういうのもやってみたいなと思います、ね、はい、ぜひ頑張ってっていうか、まあ、何広しずのお二人を言っていただくという形なんですが、はい、今日は、テクニファイバーから出ている今最も結果を出していると言ってもいいかもしれないですね、そうですね、はい、レーザーファミリーのレーザーコード、うん、レーザーソフト、超速攻型ポリとロングラリーを制するポリ、はいはい、ちょっとかなり私 CM めいてますけれども、はい、この2つをライバル対決させていただきました、はいはい、この結果を参考にしていただいて、はい、商品選びにご活用いただければと思います。引き続きストリングスのライバル対決、これとこれやってよっていうのがありましたら、はいね、コメントいただければと思います、ね、はい、また、はい、斉藤さんでご連絡に直接言われることもありますそうですね、はい、楽しみにしております、はいはい、ということで、今日はお届けいたしました。斉藤さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。